はい、皆さんこんにちは、ご無沙汰しております。今回も新しいギター到着いたしましたので、そちらのご紹介させていただこうと思います。今回ですね、2台同着となりまして、こちら、TD の 4A というモデルで、そしてこれが TD の 101 の、フラッグシップモデルですね。こちら背面にこの装飾全部これ本外の埋め込みになってます。これを施したモデル、コクボロを使ってるんですね。これの2台のご紹介をしたいと思います。で、今皆さんこうパッと見ていただいて、あれとお気づきの方いらっしゃると思うんですけども、こちら左利き用のギターなんですね。で、ごめんなさい、ちょっとね、ぜひともオーナーさんからは、視聴で動画でやってくれというふうにね、ご依頼いただいてるんですけども、さすがに左利き、私ちょっと演奏の方が、できそうもないんで、ギター本体の方のご紹介という形でね、今回進めさせていただきます。じゃあ、最初にこちら、こちらの TD の 4A のモデルですね、ご依頼いただきましたのが、大阪府の K さんですね。で、オーナーさんはいろいろこうアイディアの方ね、盛りだくさんになってまして、これ基本的に TD4A というのは私のシリーズの中の、ホワイトスプルース、それを使ったモデルで、側背面がローズウッドバージョンですね。で、これに今人気の OS1、生音にエフェクトのかかる、やつですね。これを、搭載いたしました。で、こちらの K さんなんですけども、主にライブとかの活動でね、やってらっしゃる方で、このラインアウト、これの取れるものがぜひ欲しい。で、なおかつ、ギター本体でこう、エフェクトをかけることができたら、こんな素晴らしいことないじゃないか、ということでね。それでこちら TD の 4A というモデル、チョイスしていただきました。ちょっと本体の方ね、見ていただきますと、この装飾のデザイン、これが私のシリーズの中でね、細かにこう、桜のもう花びらを散りばめたモデル、岩中桜というふうに命名させていただいてるんですけども、これを施してあります。そしてこれ、ちゃんとブリッジの方にもね、こういうふうに、装飾入ってるわけですね。で、側背面はこちら A というモデルになりますんで、K さんあえて、合板のタイプの方をチョイスされました。で、そうするだけでコストをぐっと抑えることができるんですね。で、そこにこういった装飾、そこの予算をこういったものに回してもらい、なおかつこの OS1 これを搭載することによってライブでバッチシ使えるという、そういうモデルになります。じゃあ、まずこちら、鳴らしてみますね。で、こちらの 4A のシリーズなんですけど、結構音ね、パワフルです。いい鳴り出しますんでね。じゃあ、また、いつもの定番通りの E コードのじゃらんと、定番コード進行。これでいきたいと思います。さあ、いきます。まず E コード。結構響きいいでしょ？こんな感じになります。じゃあ定番のコード進行いきますね。で、こちらね、以前の動画でもね、たくさんこう説明してますんで、もう皆さん、知ってるよという方がかなり増えてらっしゃると思うんですけども、もうギター本体、これに振動ボビンを背面の、位置に取り付けて、これ自体をスピーカーとして鳴らす。エフェクトがかかってしまう。コーラス、エコーですね。それとコーラスとディレイ。この3つのエフェクトを自由自在に組み合わせることができる。それと、あともう1つ、マイクが2種類これ搭載してます。サドル下のセンサーと、この本体のこの、内部ですね。そこにダイナミックマイクついてますので、それをうまくミキシングして、その音色を、
もうギター本体を響かす。当然、ジャックからの出力も同じ、音が出てきます。でね、これオフの状態であってもジャックを挿すと、自動的に電源の方が入るようになっています、そういうことですね。はい、こんな感じですね、ということで、結構ねこの OS1 非常に使いでありますんでね、それとこうギターまずもう自分でねこんなのが欲しいっていうね、オリジナル、もう皆さん自分だけのギターっていうのを持ちたいっていうね、願望どなたもお持ちだと思うんです、それを低予算で実現できる、それが私のシリーズになりますんで、よろしくお願いいたします。じゃあこちら、Kさんのね、ギターになりました。はい、あ、それとこれ紹介するの忘れちゃった、コンター加工、こちら入ってるんですね。でこれね、偶然にして、こちらオーナーさん、お二人ともこのコンター加工の入ったものを、ご依頼いただきました。でこれね、この TD101 っていうのはこの背面の装飾、これをまあ彫り込み入れて、そこにまあ貝をもう全部手作業でこれ埋めてるんですけども、ここだけで2ヶ月かかります。でということは、ご依頼いただいた、仕上がってきたのはね、ほぼ同着なんだけども、ご依頼いただいた時期は、もう2ヶ月、3ヶ月ぐらいかな、差があります。まあ、時差というか、それがあるんですけども、まあ、完成してきたのが、まあ、同着という形でね、なってきます。じゃあ、こちら、福岡県の Y さん。TD101、私のシリーズのフラッグシップモデルで、この装飾だけじゃありません。一番はもうこのココボロですね。もう大外博覧だと言われている希少材、これを使ったモデルになります。こちらオールタンバーモデルになります。じゃあ、ヘッドからのデザイン見てみましょう。こちらですね、オーナーさんの、これはお店を開いてらっしゃるです。その屋号が入ってます。TPO フラワー。これ、ちょっと九州の方でもしかしたらピンと来た人いらっしゃるかと思うんですけども、北九州市にある、花屋さんですね。TPO フラワー。もう、あ、北九州市の方っていうと、お、TPO フラワーだ、あそこのお店だっていうふうにね、分かった方いらっしゃると思うんだけども、こちらのオーナーさん、大のギター好きでいらっしゃいます。今もう、偶然というかね、時期的に、あともうしばらくしたらお盆、お花が、ね、需要のある時期になりますんで、北九州周辺の方、TPO フラワーさんの方にお尋ねください。ギター談義でね、花咲いちゃうかもしれませんで、もうみんなね、日本全国ギター仲間という形でね、まあ、言ってあげてください。よろしくお願いいたします。じゃあ、こちら、ヘッドのデザインからこれずっと行きまして、これ0フレットがついてます。そしてこちらが私のシリーズの中の高精細フラワーですね。これも、すべて、こう、本貝の埋め込みになってます。こちらもそうですよ。全部貝の埋め込みですね。そして、こちら、まあ、左利き用なんでピックガードの位置。これは、逆向きになりますんで、わざわざこれ単品で製作いたしました。こちらのタイプと、ブリッジですね。で、サドルの方はもう全部私の方で仕上げてあります。そして、こちら、まあ、本体の方にね、これついてます。こちらが、先ほど紹介したこの GoPro の兄貴分の、まあ、新型になるんですけども、このラインからの出力もできるし、無線で、こう、ジャック、今ちょっと用意してくるの、漏れちゃったんですけど、ジャックがありますんで、それを、アンプなり、ミキサーなりにさせていただくと、ワイヤレスで音を飛ばすことができる。結構優れものですんでね。で、それと、振動ボビンだけね、プラスアルファで買い足していただくと、それを、本体に乗せ替えて、複数皆さんギターをお持ちだと思いますんで、それのどれにもお使いいただくことができますのでね、結構これ物としては、優れものになります。そしてこちらもう肘のところにね、角がなくなりますので、非常にこう抱えやすくなります。コンター加工が入っております。そして何よりもこちらですね、もう大概計らんだココボロです。これも柄がね、一台一台全部異なりますんでね、特徴のある柄、そしてそこに、こちらのアバランガイでの、白蝶貝ですか、この2色の使い分けによる、装飾、これが施されたモデルという、形になります。で、前回までのシリーズで TD の100シリーズということでね、
この背面に入っているのは TD100 という、モデルで統一してたんですけども、2023年、こちらから受け付けたモデルの方が、TD の101ということで新型版の方でね、作ってみました。またこれからご依頼いただく方はね、この、ロゴになりますんでね、お願いいたします。はい、じゃあちょっともう非常に残念ですがこっち向きかな、普段とは逆向きに持つようになるんですけど、いいコードぐらいはできるかな。よいしょ。ダメだ、やめていきましょう。全国の皆さん、世界中の皆さんに恥をさらすことになってしまいますんで、こちらレフトハンドの、TD101 フラッグシップモデルになります。はい、じゃあこちらね、2台、まあ、皆さんご自身でね、もう既製品あつらえのものではなくって人と被るのが嫌だとかね、もう私ずっとそうだったんですよ。高校生の頃から、贅沢にもオーダーメイドという形でね、ギターの方をやってました。そしていよいよ、自分自身で、何か個性あるものを作れないかなということで中国の工場の方に、委託生産という形で今、こうやって制作してます。で、皆さんも私とね同じ夢を持ってらっしゃる方大勢いらっしゃると思うんですよ。その夢実現のために、私もう一肌脱がさせていただきますんで、皆さんの方でね、こんなギター俺欲しかったんだっていうのがありましたら私の方にご相談ください。それじゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。